ども、米付きバッタです。今回はなんというか、個人的におもろかったので動画にしてみた。まあ、タイトル通り赤屋対赤屋になるんだけど、そんなのも田んぼがやってて初めてだったので、なんかシュールだった。皆さんも最後の一体が相手と同キャラだった経験ありません。そうなった時、おもろくないっすか？ということで、対戦よろしくお願いします。もちろん、まず赤屋バフ入れていくよ。よく見ないでしか。あ、ちなみにこの動画で赤屋がたくさん喋るけど、赤屋ちゃんのこと嫌いにならないでね。赤屋は、すごい武器持ってるしか。あ、甘く見ないでしか。今回の作戦は、単純に赤屋バフ入れて兄のワープ使って、範囲攻めしていく。相手にも兄がいるから、上書きされないような位置に、設置しないとダメやね。ということで、相手の兄の位置を避けて、上場からの設置と。私の聞きなさい。あ、甘く見ないでしか。うるさいね。赤谷はすごい武器持ってるしか。それじゃまずは巫女の範囲を当てていく。聞きなさい。もう消し隙満々でいたんですね。私の言葉を聞きなさい。どこ見てるんだよ。アークソン、ワープアノは上書きじゃなくて投入できるようにしましょうよ。畳みかけの三段が狂ってしまった。これで沈黙入ったら終わり。耐えた。よっしゃ、じゃあ次はミシェルの覚醒を打ち込んでいくよ。攻撃に転じるのは今です。けーあ、小手が残ってもうた。66点。ミシェルの HP が 80% 切ってなければ満月効果が乗ってたので確実に落とせてたな。小手が回復していく。これで落とせば問題ないか。落ちない。グーしぶといな。絶望せよ。いや、沈黙入ってもうた。しかもここでワープをうまく使われた。逃げた。ただペイン君の範囲で畳みかけて終わりじゃ。はい、ガバです。あれ、ここ足取られるんだったけか。ここからなら射程が4マスなので届いてるよな。しゃあない、赤矢を飛ばしておくか。どこ見てるんだよ。マジか、小手が重いな。とりあえず一回落としてと。あ、甘く見ないでしか。絶望せよ。よしよし。あ、甘く見ないでしか。赤やうせえぞ。うわぁ、魔獣戦へ。絶望せよ。まさかフルコースで小手の範囲食らうことになるとはな。いよいよその時が近づいてきましたよ。やべ、射程計算をしてなかった。甘く見ないでしか。赤谷はすごい武器持ってるしか。君の名は全然前世から僕は君を探し始めた。よし、ここから本動画の見せ場、赤谷対赤谷の一騎打ち。だが名勝負は以外と合ってないもの。そう、君と出会った時にすでに積んでいたのさ。さよなら姉さんしか。